ルフトハンザカーゴ8460便着陸失敗事故は2010年7月27日に発生した航空事故である。フランクフルト国際空港発、香港国際空港行きだったルフトハンザカーゴ8460便が経由地のキングハーリード国際空港への着陸に失敗し炎上したが乗員2人は無事だった。事故の19日前に撮影された 事故機事故機のマクドネルダグラス MD-11F は製造番号48,431ラインナンバー534として製造されたその後アリタリア航空に納入されアイデュープ部として登録された2004年に貨物機への改修工事を受けており事故当時には総飛行時間73,200時間175サイクルを経験していた 8460便はフランクフルトからリアド、シャールジャを経由して香港へ向かう国際定期貨物便だった。8460便は警備な問題のため予定時刻より2時間半ほど遅れた5時16分にフランクフルトを離陸した。機体には80トンの貨物が積載されていた。フランクフルトからリアドまでの飛行は 通常通りであり、リアドのキングハーリド国際空港付近の天候も穏やかで、指定も十分だった。着陸の25分前、副操縦士がアプローチブリーフィングを終えた。ブリーフィングでは、最終侵入時はフラップを35度に設定し、エンジン出力は72%、機種上げ4.5度の姿勢で行い、地上40フィートでフレア操作をすることを話した。 8460便はキングハーリド国際空港の滑走路33リットルに軽機着陸装置で侵入した。副装重視は着陸速度を158ノットと予定していた。着陸の25秒前、8460便はグライドスロープを下回った。速度は着陸20秒前から増加し始め、設置時には176ノットまで達した。 メインギアは滑走路の端から945フィート地点に設置した。速い速度で設置したため、機体はバウンドし4フィートまで上昇した。これに対して機長は操縦艦を押すことにより対処しようとしたが、機体は再びバウンドした。2回目のバウンドで12フィートまで跳ね上がり、操縦艦は前方限界位置まで倒された。その後、 パイロットはわずかに操縦管を引き戻したが、機体は毎秒17フィートの高下率で滑走路に設置した。この時の衝撃で燃料パイプ2本が切断され火災が発生し、さらに主翼付近で機体が破断した。機長は機体を滑走路内に止めようとしたが、火災が発生していることと機体が2つに折れ、後部が滑走路に接触していることに気づかなかった。 スラストリバーサーを作動させたが、2番エンジンは反応しなかった。また、副操縦士に明電を宣言するよう指示した。機体は滑走路を左に逸脱し、ノーズギアが破損した。滑走路の端から8000フィート、センターラインから300フィート外れた地点で、機体は停止した。機長と副操縦士は脱出スライドで機外へ退避した。消火活動が行われたが、 機体中央部は焼け落ちた。サウジアラビアの民間航空総局が調査を行った。最終報告書で事故の原因はハードランディングにより機体がバウンドしたこととされた。パイロットはバウンドに気づかず状況をさらに悪化させてしまう操作を行った。3回目の着地で機体は大破し出火した。もともと MD-11 では着陸時にバウンドした。 あるいはハードランディングしたという事例が29件報告されていた。8460便の事故の前年にもフェデックス80便着陸失敗事故が発生していた。この事故でも機体はバウンドしパイロットが不適切な操作を行ったため機体が大破し反転した。また80便の事故ではパイロット2人が死亡した。調査の結果 MD-11 は 着陸時にバウンドしたとしても、パイロットが気づかない可能性が高いことが判明した。報告書では、バウンド時の対処法や訓練、飛行景気の改善が提言された。ありがとうございます。